昼も夜も深夜も YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今回は因数分解その6ということで、まあ応用編ですね。一つの文字に注目してくくってみるタイプということでやっていきたいと思います。問題3つ用意しました。まあ1問目解説し終わった後ですね、ぜひ2問目3問目はですね、動画を止めて自分でやってみてください。はい、ではいきます。 AX+BX+A+B、 これを因数分解しなさいっていう問題なんですけれども、 A でも B でも X でも何の文字でもこの問題の場合構いません。どれか一つでくくってみてください。例えば X でくくったとします。 AX+BX でここの X に注目して前の2つを X でくくります。そうすると X(A+B) という具合になりますね。そうすると右側に A+B がありますから、これ A+B2 つ出てくるので文字で置くことができるでしょ。ここを A+B とするとここの部分がラージ A ラージ A という具合にして置くことができますね。そうするともう解けたと同じだよね。 X ラージ A 足すラージ A で、ラージ A でくくってカッコ X 足す1で、最後元に戻して答えがカッコ A 足す B カッコ X 足す1という具合に出すことができます。でちなみにこれ何でもいいって言ったけども、じゃあ A でやってみようか。別解ね。別解。ちょっと別解ですが、A でやってみましょう。文字 A に注目したら、A、A ということね。A で注目します。そうすると AX 足す A。これは A でくくることができるよね。AX 足す A は A でくくってあげて、そうすると、A カッコ X 足す1、今この青い部分ね、青い部分をこうくくったわけ。 AX 足す A を A でくって A カッコ X 足す1で、残ったものっていうのは BX 足す B だけど、これは B でくくれるでしょ。 BX 足す B は B でくくれるじゃん。そうするとここはここで B でくくってあげるとプラス B カッコ X 足す1になるよね。 B でくくってあげたもの BX 足す B のね。そうしたらあとはですね、これ X 足す 1X 足す1でまた文字で置けるわけでしょ。まあ、ラージ A とかって置いてあげて A ラージ A 足す B ラージ A でラージ A カッコ A 足す1で元に戻してカッコ X 足す1カッコ、あれ間違えた、A 足す B かカッコ A 足す B だからカッコ A 足す B というふうになるよね。はい、それ同じ答えでね、 A 足す B、X 足す1 A 足す B、X 足す1ね、順番が違うだけで同じ答えになります。はい、では、真ん中と3番目ね、もし、ちょっと自分でね、ぜひやってみてほしいので止めてやってみてください。はい、でも私は今解説しますよ。はい、真ん中いきます。 XY 足す X-Y-1、これだったら例えば X に注目しようか。最初の2つをね、 X に注目してカッコ Y 足す1で、次にマイナス y-1 なんだけど、これだと符号が違うので、符号が違う場合どうすればいいか。マイナスでくくるんでしたね。マイナスっていう魔法をかけるわけ。マイナスカッコ y たす1にすることによってできるよね。いい。そうするとまた文字で置いてラージ a と置いてってやればできます。で、ちなみにまあもうね、なんか慣れてきた人はですね、ラージ a と置いたつもりでやってみてください。つまりラージ a と置いたらラージ a カッコ X-1 なんで分かるかな。ラージ A カッコ X-1 で、ラージ A って Y たす1のことだから、カッコ Y たす1カッコ X-1 ってことで、まあもう文字で置かなくてもね、もう慣れてくればできるかなというところがあります。ここをね、ラージ A だと思ってやればできるよということですね。で、今これ X に注目したけれども、別に Y に注目してもできるので、もしよかったらやってみてください。はい、続いて最後、AX を引く AY に乗す BX を引く BY でしょ。はい、これもどんな文字で注目してもこの問題解けますが、まあ最初のね、前の2つに注目して A でくくりましょうか。これ A でくくってみるとカッコ X2 乗引く Y2 乗になりますね。はい、 A でくくって A カッコ X2 乗引く Y2 乗で、続いて BX を引く BY2 乗ですが、これもさ B でくくれるでしょ。B でくくることによって同じもの出てくるよね。だから B カッコ X2 乗引く Y2 乗という場合ですね。
そうするとここの部分がこうなって、ここの部分がこうなるよと。はい、そしたらここを同じものが出てくるから文字で置く。ラージ A と置いてください。 A ラージ A 足す B ラージ A とラージ A でくくってカッコ X 乗引く Y 乗となりますが、さっきも言ったようにね、もう慣れてきたらもうここを文字だと思ってね、X 2乗引く Y 2乗でくくるって考える。そうするとカッコ A 足す B というふうになるわけだね。よってよって、でこれでね終わってしまう人多いんですよ。これね、あーできたできた、まだ終わってないからね。 X 2乗引く Y 2乗、ここはさらに因数分解できるわけ。2乗引く2乗は和と差の積だったね。和と差の積カッコ X 足す Y カッコ X 引く Y カッコ A 足す B という具合になっておしまいということになるわけですね。分かったかな。別にこれね、X 2乗で注目してもね、やってもできるし、 Y 2乗に注目してもできるし、どんな文字に注目してもこの問題の場合は解ける場合、解けるようになっています。いいかな、分かったかな。ということで、とりあえずね、もう一つの文字に注目してやってみようってことが重要です。いい、ぼーっとしてないで、とりあえずなんか一つの文字に注目してくくってみようっていう気持ちで、あ、同じもの出てきた、じゃあ文字で置いてやれるよね、そういった問題の、ね、タイプだったということです。はい、以上でね解説終わります。よかったらね、チャンネル登録と高評価のボタンを押していただけると、あとはさらにコメントもしていただけると嬉しいです。じゃあねー。